こんばんは、Jブラストチャンネルのあるちゃんです。今日は新しいカメラ用品を購入したので紹介します。ウランジの充電式 LED ライト VL49 です。つい先日ウランジのスマホ三脚を購入したんですけど、すごく気に入っているのでアクセサリーも欲しくなっちゃったので買っちゃいました。三脚にはコールドシューがついているので好きなようにカスタマイズできます。そしてライトがこちら、ライトカバーがついているので柔らかい光になります。ネジ付きのシューなので、もちろんウランジ製品以外にも互換性があります。充電ケーブルはタイプ C です。説明書は中国語と英語のみです。本体の背面には電源スイッチ、電池残量表示ボタン、明るさ調整ボタン、そして充電端子があります。スイッチをオンにするとランプが点灯して明るさのレベルが表示されます。明るさは5段階。そしてこのボタンを押すと電池の残量が表示されています。コールドシューは三脚の横とスマホホルダーの上についています。まずは三脚側につけてみましょう。コールドシューに差し込んで締めて固定します。重量は 93g、 大きさは縦横どちらも 6.5 センチです。このスマホと三脚全部合わせて 460g ぐらいです。そして明るさ 800ルーメン、 色温度 5500ケルビン、 ほぼ白色のライトです。マックス状態だと眩しいと感じるぐらい明るいです。スイッチをオフにしなくても明るさ調整を下げるとライトが消えます。自撮りで撮るなら2段階目ぐらいでも十分明るいと思います。撮影用のライトをちょっとオフにしてみます。照射角は60度なので広い空間を照らすには少し狭いかも。でも人や物を照らすには十分だと思います。また VL49RGB というライトの色を変えられるものもあるので、真っ白っていう感じのライトがちょっとなーっていう方にはそちらの方がおすすめです。ふむふむ、なかなかいい感じですよ。横につけてると下から照らされてる感じだったんで、次は上につけてみます。カメラの位置にもよるけど上にライトがあった方がやっぱりいいですよね。ただ一つ難点を挙げるなら、何湯のボタンを触っているのか全然わからないので、ボタンの突起のようなものがあればいいかなと思います。ちなみにこのライトは Amazon で2600円ぐらいです。お肌も綺麗に映っていい感じだと思います。バッテリーは 2000mAh、 フル充電で120分から300分使えます。充電時間は約2時間ということです。またこのライトにもコールドシューが3つついているので、ライトを増やしたりとかマイクをつけたりとカスタマイズし放題です。そしてタイプ C ケーブルはほんまにありがたいですよね。早くすべてタイプ C になってほしいです。それでは一旦部屋を暗くしてみます。これで点灯させてみましょう。暗いとボタンの位置がさらにわからないですね。ボタンの部分が光ったりしたらすごいいいのになと思います。暗くてもしっかり明るく映ります。ただやっぱり空間を明るくするほどではないので、部屋全体が明るくなるっていうことはないかなと思います。でも被写体をしっかり照らせるので大丈夫かなとも思います。はい、というわけで今回は新しく購入したウランジの LED ライトを紹介しました。少し大きい感じもしますが、実際は本当に軽くて使いやすいです。これはウランジ製品がまた増えそうな予感です。はい、というわけで最後までご視聴ありがとうございました。よかったら高評価とチャンネル登録もお願いします。それでは。